それではですね、前回から始まったコーナーがありますよね。伝説のツバメ選手を振り返るコーナーなんですけども、第2話も若松さんに思い出のある選手ということで、はい、VTR ご覧ください。大体僕に対しては逃げてくるピッチャーというんですかね、多かったんですけど、もう彼はもうどんどん強気で攻めてきまして、だそういう点では特に思いが強いですね。伝説の荘園、安田武。早稲田大学を卒業後、社会人野球大昭和製紙に入団。大会の最優秀選手に与えられる橋戸賞を獲得するなど、チームの主軸として活躍。1971年、ヤクルトアトムズに入団。しかしその小柄な体格に感じる周囲のわずかな不安。誰に相談してもですね、プロ入っちゃダメだって言われたんですけども、まあ、僕の性格こう先に走っちゃう方ですね。ただ一人自分の可能性を信じ続けた安田は、1年目から最優秀防御率などさまざまなタイトルを獲得した。抜群のコントロールと卓越した投球術で勝利を積み重ねていく安田。その独特な動きはペンギン投法と呼ばれるなど、ファンに親しまれた。1973年には81イニング連続無四死球のプロ野球記録を樹立。そして王貞治という存在。王さんと一回でいいから、勝負してみたいと思ってプロ入ってきたんですから、王貞治が本塁打世界記録更新に近づき、他のチームが勝負を避ける機会が多くなった頃、安田はいつだって真っ向勝負を挑み続けていた。たとえホームランを打たれたとしても、安田は野球人として戦いを諦めることはなく、だからこそファンに熱く支持されていた。1975年から4年連続2桁勝利を挙げるなど、投手陣の柱として活躍。その結果が実を結んだのは1978年、多くのファンが待ち望んだヤクルトスワローズセリーグ制覇。栄光の瞬間に安田の名前が刻まれた。さらに球団史上初の日本一に輝くなど、安田の野球人生はこの年一つの頂点を極めた。1981年、怪我を理由に現役引退を決意。わずか10年のプロ生活ではあったが、その勇姿は多くのファンの記憶に残った。引退後もチームのコーチやスカウト、編成部長を務めるなど、ヤクルトの強化に尽力する安田。鮮やかに神宮を舞い続けた希代の名投手安田武。プロ野球史に残るその栄光の記憶はこれからも語り継がれていく。若松さん、安田選手はどんな選手だったんですか？はい、非常にコントロールいいピッチャーでね、大谷監督今ねあとバッテリー組んだんですけども、ノーサインでやってるわけよね。ですからもう守ってても非常にテンポがいいから、本当に守りやすいね、そういうピッチャーでしたね。はい、これからもね、ヤクルトから伝説の選手がいっぱい誕生してくれていいですね。そうですね、はい。